まあ、今回は飛ばしがテーマなので、はい、ちょっとショート1回飛ばして4番ホールにやってきました、はいはい、で今回あの疑問聞きたいのがティーアップの高さ、ドライバーの、はい、みんなはどれぐらいにしてるのかっていうのが疑問点で、あんまみおちゃんと変わんないかも私。あ、じゃあみんな変わんないじゃん。あ、変わんない。あ、でもこのさきちゃんのだったら別に私違和感はない。それだけ。え、私みほさんの全然打てます。これみんな同じくらい。同じぐらい。ラウンドはやっぱ同じぐらいですね。ちょっと狭いホールこれぐらいにするかもしれない。そうね、曲げたくないとき。え、マジ一緒ぐらい。同じでした、ほぼ。まあ、自分はちょっと出るぐらいなんでこれぐらいですね。みほちゃんでもほぼ同じ感じに。さきちゃん、え、ほぼ同じで、多分どれも違和感なく、はい、そうですね、全然みんな同じくらい。こんな誤差18ホールあったらね、全然あるそうな。正直これぐらいの誤差、マイホール、マイホール違いそうなぐらい。なんかあ、ほんのり低いけど打っちゃうみたいな時ありますね。うん、うん、あります。そんなぐらいですね。ちょっとドラコン用にしてみようよ。ドラコン用、私あんま変わんないですね。これよりほんとに、え、でもこれよりちょっと、ほんとにこんぐらい。あ、じゃこんな感じなんだね。いや、本当にあんま変わんないです、私は。さきちゃんはこれぐらいいっちゃう。本当はもうちょっと上げたいです。あ、そう、上げれるならもっと上げたい。あの、今長いティー注文してます。はぁ、はい、ネットで。規定ってあるんですか、ドラゴン。4インチ以内ですね。4インチってどれぐらいなんだろう。10センチぐらい。101ミリぐらいだったかな。101ミリ、はい、皆さん、ティーの高さに規定があったことをご存知でしょうか。私は初めて知りました。4インチまでです。もう 100% 天ぷらします、こんなティーの高さ。これはなかなか。これは私レッスンだったらちょっと低くしますね。私もラウンドレッスンだったらそう言います。ちょっと低くしますねって。え、このティーの高さのメリットって何なんですか。出玉を高くしたいんですよ。打ち上げを高くしたい。低いスピン量のまま打ち上げを高くしたいんです、うんうん、低スピン高弾道ってやつですか。そうです。そうなった時に最下点よりより上がったところでインパクトしたいんですね、うん、なんでなるべく上げたい。この世界大会とかカイルとか、ヘッド置いといてもらっていいですか。はい、この辺で打ってます。浮いてる、浮いてる、めっちゃ浮いてる。この辺でやってます。世界のドラゴンプレイヤーは浮いてるの。基本ドラゴン選手はでも、はい、ティー高いですね。ティー高いですね。その分ロフトを立ったのを使ってる感じです。銃とかを使ってる人がいないんじゃないかな、ほぼほぼ。いないと思う。ロフトが。私は基本的にあんまりドラゴンスイングをしてないと思います、それで言ったら。ドラゴン仕様じゃないですね、あんまり。打ち上げに行ってみたいなことがお父さんとはちょっと違う。はい。私そんなにこう球高くっていうよりかは結構中弾道で振って飛ばしてたんで。うん、私も球高くしたの1週間目ぐらいです。この前世界大会があったんですけど、世界大会あのうちの団体から女子行ったんですよ。なんで動画いっぱい撮ってきてもらって見てたら、世界大会の人たちみんなあっちに打つんで、やっぱそれが飛ぶんだ、やってみようって、はい。で取り入れたってことなんですね。そうです。なるほど。やっぱ数値見ててもやっぱこれが飛びますね。飛びます、はい。まあ、でも普段のラウンドではおすすめしない。しないです。しないですよね。しないです、はい、あ、真似しちゃダメです。はい、これは本当に真似しないでほしいです。はい、はい、これはどうと特殊な、特殊なバージョン。そうね、まずは、6度のクラブを必要ですよね。特殊なクラブも度必要になってくるってことですね、はい。いや、ほら、すごくない。もうちょっと、本当にさ。でも、やっぱ普段のラウンドより振ってますよ。素振りがやっぱね、すごいの。ギャーってなる。ナイショー。ナイショー。もうバンカー方面。わー、超えました。超えましたね。超えたけど、あそこ逆に大丈夫なのかな。いや、でもパーバルだ、次こっちで。ナイショー。
飛んでる、飛んだのは間違いない。だってあのバンカーが、まあ、超えるとか考えてないもん打ちましょう。ちょっとだからね、本当にね、狙う方向間違えちゃうよね、あの飛ぶ人なのにしてねどこ狙えばいいかなって、私もあのバンカー避けてとか絶対入んないのにさ間違えちゃうからちょっと考えてね。ナイスショー。ちょっと左、ナイスショーです。でもいい、いい、オッケーオッケー、オッケーオッケー。バンカーなんて入るか、あんない左の右のいやすごいわ、全然本当に高さが違う。違うね、倍上がってるもん。はい、バンカーよっか、ありがとうございます。いやすごいわ、これ何なのこれ、これあの打ち上げるために重心、うん、重心を右に傾けたいんです。そのために一回こうやって右に乗るんですね、うん、だ最初からさ左足上げてるよね。上がってるもん。あ、ちょっと上がってます、上がってます。でこう踏んでまた行ってどこみたいな、両方試したんですけど、こうやって踏んでから上げるより踏んでせーのってやった方が私は右に残りやすかったんですよ。右に残るの？はい、バックスイングは右にしたいってことでしょ？バックスイングというかもう最初から右軸で打ちたい。このなるべく斜めになった構えで打ちたいんですけど、これ左に揺れることによって戻ってこれない人もいるんですよ。戻ってこれないんだったらやんない方がいいです。まあ、やんない、基本やんない方がいいんですけど。小丸さん戻ってこれます？いや戻ってこれって、もう体も何もバラバラになっちゃうけど、ちょっと聞きたかった、はい、なんでこの右に乗るために左に揺れてます。これもやっぱ練習が必要。これ練習必要だし、これドラコンなんでラウンドは別にやんなくていい。いや最初は OK だと思います。これは右に乗るためで、この左に揺れてるのも右に乗るためです。これも体重移動の仕方ってことなの？体重移動じゃないですね。アッパーに打ちたい、打ちたいってことね、はい、なるべく右に残るために、はあ、ちょっと気になりましたね、足の使い方。はい、それでは行きたいと思います。はい、はい、ちょっとクラブについて聞きたいんですけど、はい、まず美穂ちゃんから、どんなシャフトとかヘッドを使ってるんですか？私は、まあ、これも、まあ、一応クレイジーというと、クレイジー飛ぶっていう有名な435っていうヘッドですね。これはもともとラウンドの時から、ラウンドっていうか、まあ、競技に出てる、普通の競技に出てる時から僕435を使ってて、ドラコンでも435使ってます。はい、でシャフトもこれクレイジーの、リンディーっていう、なんかちょっとイメージキャラクターをしてるんですけど。あ、そうなんだねそうなんですよ、これを使ってます。はい、リンディーのS、 はい、 S で48インチ、結構ギリギリ長くしてもらってて、で S なんですけど、言ったらちょっと長い分ちょっとこうしなりやすいので、ちょっと柔らかめになると思います。普通の S より柔らかめ、一般の S よりもちょっとクレイジーの場合は固めではあるんで、ちょうどまあ S ぐらいになるのかなと思いますね。はい、じゃあさきちゃんもクラブの紹介。はい、はい、私は 46.5 インチなんですけど、はい、宮崎のコーデックスってやつですね。はい、全然わからないけど、はい、すみません、あんまクラブ詳しくなくての 5S です。 50g 台の S です。私もちょっと長いんですよ、はい、46.5 って、はい、吊るしが 45.5 なので、まあ、ちょっと長くなる分だけしっかり S 使ってますけど、もうちょっと SR ぐらいでもいいかなとは思ってます。でヘッドは何ですか？ヘッドはゼクシオ X です。お、ゼクシオです。ゼクシオの 8.5 ですね。私びっくりしたんですけど、ゼクシオで 8.5 ってあるんだ。 X は 8.5 があります。普通に売ってます。杉山さんはロフタッチ9ですね。ココロちゃんは
10.5 です。女性で 10.5 って結構立ってますけどね。本当ですか、はい、昔13度使ってました。シャフトはファイアエクスプレスです。飛びそうですよ。本当ですか。エクスプレスだし、はい、あのなんか炎のマーク、火吹いてます。ドラゴンプロでも R を使う人もいらっしゃるんですか。もう全然います。もう本当に選手によりますね。すっごい硬い方もいればものすごく柔らかくて、じゃあ人にそれもタイプもよるんですね。あ、そうですね。多分、まあ、皆さんこう打ち比べてその時の調子で、まあ、だから何本かこう置いてあってこう打ち分けたりとかする。なんかタイミングが取れるんであれば柔らかい方が基本的には飛ぶんですけど、難しくなるので、やっぱりタイミングしなりすぎるとタイミング合わせるの難しくなるので、タイミング合わせるの上手い人は男子でも R とか使う人もいます。でもやっぱ男子でそれやりすぎると切り返しで折れてる人とかたまにいます。クラブが、まあ、でも力あるもんね。すごい、はい、うん、あーなんかペランってなっちゃったよ、うん、なんか大丈夫そうですね。大丈夫、なんか木の後ろ、ナイス。はい、ありがとうございます。ど真ん中、うん、はい、ナイス。うん、ナイス。2人とも主にドローヒッターだと思うんですけど、はい、はい、フェードとか打ったりするんですか。私は全然します。その状況によっては。あ、うん、打てるのね、打とうと思えば。なんかあんまこうイメージがなくて、あ、まあ、あんまなんか使ったりとか。ドラコンの時は絶対しないですけど、ゴ、うんうん、ルフの時はします。普段のラウンドでは結構打ったり、なんか風が右から来てたらフェードで攻めたりとか。え、でもそんなになんかなんて言うんだろう、全然違うと思うんですよ、ドローとフェードって。なんか難しいじゃなかった。その中で私はもう打てないんですよ。あ、ドロードロー。もうこのフェードってのも気持ち悪くて、だってボールが逆から出るじゃないですか。はいはいはい、計算もできないし、転がり方もわかんないしって思うけど、で2人もドローだから、じゃ あんまりなんか打ってるの見たことないし、どうなんだろうなと思ったら、やっぱ打つんですね。その場で打てって言われたら打てます。やっぱそういうところが上手いんだよね結局。心さんはドローヒット、まあ、ドローヒッターで右に打ち出したいとは思うんですけど、どっち側に置くんですか。置きやすい基本はこっちなんですけど、急にこっちに何かが出てくると、はい、それはそれで嫌なんですよね。こう、はいはい、ドッグレッグとか、うん、なんかコースなりに打てばいいじゃんって言われるんですけど、いや、なんかコースなりで早めに曲がっちゃう時とか結構あって、うんうん、なんか本当にその場でのあれなんですけど、本当にちょっと開くでもいい。フェース面クラブ、はい、アドレスでちょっとだけ広い、開いてあげちゃう。そしたら、あ、まあ、ドロー弱まるんで。へぇ、やってみよう。ちょっとやってみよう。ぜひ。右から左を狙うときが、あ、そう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 、こう斜めに打つのが嫌なんですよね。あ、こっち側から。そう、右に立たなきゃいけない。ティーグラウンドが右側に切ってやって、はい、広いのが左側だったりすると、うんうんうん、どうやって自分が向いていいか分かんないんですよね。この後ね、あったら、はい、そうですね。私結構右から好きなタイプなんで。ドローの人って普通右から好きじゃないですか。私右から好き。私ドローヒッターじゃないかもしれない。多分なんかスパットのイメージないのかなって思います。とりあえず出しました。すいません、ピッチングです。ナイスショー。ナイスショー、完璧じゃないですか。ありがとうございます。ウェーイ、ありがとうございます。ナイスです。うん、ナイスショー、うまい、見た、あ、惜しい、待った、セーフセーフ。ちょっと右だよ、ゴー。うん、ああ意外に行かないですね。二、うん、人は、はい、なんか来年とかドラコンとか出るの？ドラコン、はい、今年まだ日本大会が残ってて、あ、まだ
終わってないんだね、ドラゴン競技、はい、日本大会だけ残って。何試合あるのドラゴンって。私ちょっと詳しく把握してないんですけど、はい、来月ね、来月11月のいつアップするか10日が日本大会があるんですけど、今年って去年がコロナで日本大会がなかった分2年分なんですよ。あ、じゃあ倍試合あるってことですか。1.5 倍ぐらいありました。あの半年ぐらいコロナでなかったんで、試合が全く。あのプロテストみたいなもんですね。そうですそうです。おー、なるほど、なるほど、はい。じゃあドラコンの試合をどうやって検索したらみんな見に行けるの。日本プロドラコン協会のホームページに載ってます。2人とも2人とも見に行ける出ちゃおうかな。出ちゃおうかな。みおちゃんも出ちゃうかな。見に行けるかな。出会えるかな。だって2人の飛ばし見たいもんね、皆さんもね。ぜひドラコンの試合検索してみてください。跳ねた。すんごい跳ねた。ね、やっぱ結構フックするんで、心さんの方からすっごい上りってわけじゃないです。ですよね。最後ちょっとこうだから。うん。ゴー。ゴーゴーゴー。惜しい惜しい。水分。水分。水分。本当に重たい。オッケーですけど、はい、やっちゃいます。オッケーです。いいよ、バーディーチャンス、バーディーチャンス、バーディーチャンス。重いよ、重いよ、重いよ。ナイスバーディー。ありがとうございます。すごい進み具合がゆっくり。うん、なんかおー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 みたい。ナイスパー。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスパー。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。せーの、また見てね。